こんにちは、ヨガ講師のタガです。皆さんもガネーシャという象の顔をしたヨガの神様ご存知なのではないでしょうかこのガネーシャは開運の神様、願いを叶えてくれる神様として世界中で超人気のある神様です。神様界の中でも,もうトップクラスの人気者、それがガネーシャです。そんなガネーシャが今年の8月31日に降臨するんです。8月31日、これは特別な日ですよ、皆さん。このガネーシャは 日本ででは夢を叶える像として有名ですこの「夢を叶える像の最新刊今年の5月に出ましたもう皆さんは読みましたかでこの「ネーシャに祈りを捧げたりこの「ネーシャに関するグッズを持っていたりあるいはねこの「ネーシャの画像をスマホの待ち受けなどにすることによって様々なご利益があると言われています例えば「商売繁盛」「恋愛成就」「学業成就」「開運」「願望成就」などなどです。 このガネーシャ困ったことがあったらもうとにかくこのガネーシャに頼めばいいと言われてますからガネーシャは万能の神様なんですもう何でも叶えてくれますよもう困ったことがあったらガネーシャ頼みそして何よりもねガネーシャはあらゆる障害を取り除いてくれる神様なんですよこれものすごく大切だと思いませんかなのでねインドではもう何をするにつけてもまずは必ずこのガネーシャに祈りを捧げます だってね何をするにつけてもねその障害になるものを取り除いてくれた方が絶対にうまくいくに決まってますからねだから何か新しい商売をする時必ずねまずはガネーシャに祈りを捧げます。 新しく家を建てるとき、結婚するとき、子供が生まれたとき、勉強するときなどなど、とにかくね、何をするにつけても、まずはガネーシャに祈りを捧げるんです。ヨガをするときも、自分の魂の成長の妨げとなるような障害を取り除いてもらうために、まずはガネーシャに祈りを捧げるんです。だから本当は、ヨガのレッスンだとか、ご自分でヨガの練習をするときに、必ずね、ガネーシャに祈りを捧げた方が絶対にいいんですよ。なのでね、 ここののの動画の最後にこのガネーシャへの祈りのの捧げ方ガネーシャのマントラ紹介しますのでこのぜひね日常でこのガネーシャに祈りを捧げてみてくださいヨガをする時必ずガネーシャのマントラ唱えてみてみくださいあらゆる障害を取り除いてくれてあらゆる恵みをもたらしてくれるような万能な神様であるガネーシャには世界中で熱狂的なファンがいっぱいいます。 僕はね、コロナになる前までバリ島に何度も行ったことがあるんですけどもバリ島のホテル必ずガネーシャがいますバリ島で買い物に行くとどんなお店でも必ずガネーシャがいますだからガネーシャの置物だとかガネーシャの絵必ず飾ってあるんですでは世界中でねガネーシャに祈りを捧げ続けることによって成功した人幸せになった人いっぱいいますなのでうちのヨガスタジオにも当然 あらゆる障害を取り除いてもらってあらゆる恵みを授けてもらうためにもうガネーシャこんな立派なガネーシャがいますだからうちのねヨガスタジオ札幌のねもうパワースポットなんですよいやこんなねこの神様ガネーシャに祈りを捧げるなんて迷信じゃない怪しくない宗教じゃないっていうように言う人が必ずいるとは思うんですけども僕はね関係ないと思いますだってね もう世界中でそしてねもう何百年も前からガネシャに祈りを捧げ続けたことによって幸せになった人成功した人いっぱいいるんですよそういう人たちの習慣を真似すること絶対に必要ですよねそこにね根拠なんかいらないんですよだってそうやって実際に幸せになった人がいっぱいいるんですから僕もねそれは取り入れた方がね絶対いいと思いますだから僕と同じような考え方の人 誰に迷惑をかけるわけでもないですから、もうぜひね、ガネーシャに祈りを捧げるといいんじゃないかと思います。だってね、このガネーシャ、少なくともね、2500年も前から、いろんな人たちから祈りを捧げ続けられてきたんですよ。ということはですよ、仮にそんなもともと神様なんかいなかったとしても、もう2000年以上前からもう、無数の多くの人たちの、 年中ですかその祈りのパワーみたいのがねそれは人間が死んだ後もねその人間の心のパワー残り続けてると思うんですよ。だからそんなパワーに僕たちも同調するそれはねすごく大切だと思います。それによっってきっとね いいことが起きたりするんですよ願いが叶うようになったりするんですよもうぜひね僕はね誰に迷惑をかけるわけでもないし簡単にできることですからガネーシャに祈りを捧げる大事なことだと思いますじゃあなんでゾウというものが神様として祈りを捧げられる対象となったのかですこれとても大切です像というものは古代の人たちにとってはまさしく神様神の化身だったわけですだって像というのはね 人間なんかのの数十倍のパワーを持ってますから、ね、だかららねだ人間なんかはとても運べないような重たいものを象が運んでくれたりあるいは人間の何倍ものスピードで一気に畑を耕してくれたりしたんですよ。もう神様じゃないですか象そして何よりもね昔はね古代では敵から攻められたり敵を攻めた時だから戦争の時に象というものは人間のもう何人もの戦闘力になったわけなんですよ。だからこれはもう 古代の人たちにとってはもう人間なんかの力をはるかに超えたもう神様の力としかもう思えないありがたい存在だったんです。だ古代からですよヨーガの教えではねそんな風に人間の能力を超えたような偉大なパワーだったりあるいはそんなね人間の能力を超えた偉大な存在神様から与えられたありがたいものを本当に ありがたいなって,言って感謝を捧げる祈りを捧げるということがねとても大切だったわけなんですよそりゃそうですよねだから僕たちをね支えてくれてるような存在に感謝を捧げる祈りを捧げるということがこれヨガの教えとても大切なんですけどももう調和ということですよ宇宙や自然周りのものと調和する これが大切それをすることによって調和することができた時に僕たちは宇宙から応援されて幸せになってくるんですよ願いが叶うんですよだからねそういったね人間の力を超えたようなものにはもう感謝を捧げるんですもう像感謝を捧げる人間なんかができないことをしてくれるわけですから,から僕たちもね身の回りのね自分なんかではできないようなことをしてくれるものをもうすべて神様としてねありがたいなって感謝を捧げるこれがとても大切なんです。 そんな象の神様ガネーシャは今年は8月31日が誕生日なんですでこの日はねガネーシャに祈りを捧げた方がいいですよ絶対にでそんなガネーシャの興味深い神話を2つ紹介したいと思いますガネーシャもともとはビアーナカという名前でしたビアーナカという魔人だったわけですでビアーナカどういう意味かというと障害をもたらすものっていう意味なんですよ でこのビアーナがね日本ではカンギと呼ばれていますでビアーナがなんで障害をもたらすものだったのか像というものはね先ほどお伝えした通り人間の味方をしてくれている時はね神様のような存在なんですよ人間はできっこないようなことをしてくれる神様ところが野生の像どうですか野生の像これね皆さんもねテレビとかで見たことあるんじゃないでしょうか野生の像がねなんかこの繁殖機器とかにね もう欲望が抑えられないような時って、もう手がつけられなくなるんですよ。もう暴れ回って、あらゆるものを破壊してしまうんですよ。なので、ゾウというものは。もともとは障害をもたらすもの。ビアーナカという魔人だったわけです。で、そんなね、人間にあらゆる災いをもたらすもの。だから、当時はね、もう病気だとか、事故だとか。もうあらゆる災いをもたらすのが、このビアーナカというふうに考えられていたので。そんな。 あらゆる病気あらゆる技そんな力ねそんなとんでもないこの魔人の力を封じ込めるために十一面観音様が化身して十一面観音様が化けてこっちはね象の女神様となって象にとってはこれものすごく美しいグラマーな神様なんだそうですそしてそのこのねビアーナカの、まあ、あらくれのその欲望をなんとかこう ハグして抑え込もうとしているっていうそういう図なんですこれありがたいわけなんですよでそれによってビアーナカの,そのあらゆる災いをもたらすパワーが封じ込められてるだからそのガネーシャというものがあらゆる障害を取り除いてくれる神様というふうに言われるようになったということなんですでそんなね荒くれ者だったこのビアーナカが後々 ヨガの神様であるシバシンの息子となってそして世界中で大人気となるわけなんですでもう一つガネーシャの有名な神話を紹介しますこれはねヨガの神様シバシンの奥さんパールワティです美しい女性なんですで、このパールワティがねいつものようにお風呂場で自家製のエステをしているところなんです自家製のエステだからねそのターメリックウコンと豆の粉と そしてアロマを混ぜたやつで全身だからこれね本んにアーイルベーカーで行われてるやつでこのねウコン使ったやつターメイク使ったやつ本当に全身が綺麗になるそうなのでやってみてください僕はまだやったことないですけどねやってみようかな今度ね。でそんなそのねパックしてる姿さすがに旦那の柴秦にもね見せたくないのでで柴秦の家来であるこれ牛。 旦という牛の神様にもう絶対に誰も入れちゃダメよ約束してねお願いたとえ旦那が帰ってきても入れないでねわかりましたところがねねえのんきな旦那デリカシーがないのでねそんなのお構いなしに「おいお母ちゃん帰ったよ」っつって入ってくるわけ「でいや」っつってこれぶつけられてますけどねもう来ないでって「もう何なのあんた」っつってでそこでねもう本当に困ったわっつってねあの家来はさ 牛はもうしばその自分でその泥パックしてたやつそのターメリックパックしてたやつそれを全部こうやって固めてねで人形を作ってそしてヨガのマントラとそしてヨガの聖水を使ってこの人形に命を吹き込みますそうやってできたのが実はガネーシャだガネーシャはもともと人間だったんですよ。しかもねねイケメン、ね でパールバティが命じるわけ「ねあなたいいですか?」って「もう絶対にここには誰も入れちゃいけませんよ」「私が風呂から上がるまで見張っててね」「分かりましたお母ちゃん」ってずっとこう見張ってるわけなんですけどすると間もなくして柴神旦那さん帰ってくるんですよ。柴神が思うわけですよね「おなんだと俺がいないうちに何もこんな男をね連れ込みやがってと」で「でここは俺の家だ入れろ」って言うんだけど 当然命じられてるのでいやです私は誰もいれませんそれでお互いに戦うんですよねするとね司馬神は自分のその仲間家来たちもね一緒になってこれ戦うんですけどガネーシャめちゃめちゃ強くて全く歯が立ちませんそれでね困った司馬神は友達のね戦いの神様インドラ神だとか ビシュヌシンビシュヌシンってこの宇宙を維持する神様これもめちゃめちゃ強いんですよそういう者たちをみんな呼び寄せてそしてみんなで寄って戦って戦ってなんとかガネーシャの首を落としますするとね風呂から上がってきたね奥さんパールバティがもうめちゃめちゃ怒るんですよ 私が作った大事な息子を何なの大人たちが寄ってたかってひどいでこのパールバティはね怒ったらこれ怖いんですよこれこうカーリー女神になってカーリー女神になったらもう見境なくねもうそこら中の人たちを皆殺しにするような一番強い一番恐ろしい女神様神様になっちゃうんですよ。そうすると ビシュヌだろうとシバだろうと歯が立たないので「おやばいやばいやばい」ってちょっと殺される前に何とかしなきゃってそこのカーリーシンのね奥さんの怒りを鎮めるためには息子のガネーシャを生き返らせるしかないだけどガネーシャの首はね芝心シシのパワーで首をちょん切っちゃってますからガネーシャの首はもうはるか彼方宇宙の体に飛んでってもうなくなっちゃったそこで「いやだけど早く何とか生き返らせなきゃ」っつって,って外を出て行った時に外を歩いてたのが 象だったりでその「まあいやしょうがない」っつって,言って象の首をちょん切ってそしてそれをガネーシャの首につけて今皆さんが知っている象の頭を持ったガネーシャという神様が誕生しましためで,たしめでたしというお話ですそんな象の頭を持ったこのガネーシャが誕生した日がインドの伝統的な暦でバードラパタズキと呼ばれている1か月の間の新月の4日目なんです。 それが今年は8月の31日なんです8月の31日ガネーシャが誕生した日ですからねぜひこの日はねガネーシャに祈りを捧げましょう。でぜひこの日にね意識してやった方がいいことこれ絶対やった方がいいです。宇宙とと調和して幸せにになるたために絶対やった方がいいことそれは今日お伝えした通りなんですけども僕たちの力を超えたような偉大なパワー 僕たちを支えてくれてるような存在僕たちを支えてくれてるようなパワーに祈りをを捧捧ままししょょう、う。感謝を捧げましょうそれは何かというと宇宙やこの地球や大地やそして自然太陽や月もう,もう空気だとかもう全て僕たちを支えてくれてる全てのものに感謝を捧げましょう祈りを捧げましょうそしてねそういったその宇宙や地球 自然そういったものを作ってくれたような存在偉大な存在それも神様としか言いようがないですそういったものにも祈りを捧げるんですだからこれはねこの8月31日だけではなくてもういつでも絶対に心がけた方がいいんですけど宇宙や、ね、自然と調和するためにねだけど特にやっぱりこの8月31日ガネーシャが生まれた日と言われている日はもう意識してそういうものにね祈りを捧げるともう必ず宇宙や自然が応援してくれます 願いいいが叶いややすすすすくななりります幸せになりやすいですそして何よりもねこの日8月31日ガネーシャが生まれた日と言われているのでこういった人間の力を超えたような偉大な力の象徴シンボルとしてガネーシャに祈りを捧げましょうじゃあ最後にねそんなガネーシャに祈りを捧げるマントラガネーシャのマントラを紹介しますナマハです。 こののマントラの意味、まずオー,ンですオーンっていうのはこういう神聖なマントラの最初には必ずつく音で,でオーンというのは宇宙だとか僕たちを生み出してくれてそして宇宙だとか僕たちを支えてくれてるそんな偉大なパワーもうオーンとしか表現できない言葉で表現できない偉大なパワーだからこのね宇宙すべてもオーンだし宇宙があってもなくても存在するのもオーンだし僕たちもすべてのものはオーンっていう。 そううい偉大なパワーです。で、生ハというのは礼拝します祈りを捧げます何にガナパティにガナパタイエというのはガナパティにガナパティエって言いますガナパティっていうのはガネーシャの別名でガネーシャっていうのはガナイーシャなんですよガナパティガナパティガナって何かと集団でイーシャもねパティもあるじガナパティ ガネーシャ、集団の主で集団って何かというとヨガの神様シバ神の家来たちの神様ってことです。だからガナパティガネーシャシバ神の家来たちの神様の中で一番偉い神様ってことです。なかなか面白いキャラクター面白い名前ですよね。でガン、ガンもこれもガネーシャの意味です。でねそういうその神様っていうのはね見えないし。 僕たちの五感ででででははは捉えられなないいし本当言葉表現きすよだからねこういう短い言葉でしか神様は表現できない。だからガネーシャのシンボルガネーシャを短い言葉で表すそれはもうガネーシャがんなんですよガン。だからこのね目を閉じてガネーシャをイメージしながらガンガンガンってひたすら唱えているだけでガネーシャが ガネーシャのパワーが僕たちの体にも宿ると言われていますぜひやってみてくださいでは唱えてみます一緒に練習してみましょうまずね僕がこれを2回唱えてみますのでその後一緒に続けて言ってみてくださいじゃあまずこれ唱えますオンガンガナパタイエナマハオンガンガナパタイエナマハじゃあ一緒に 「音ガンガナパタイエイナマハ」「音ガンガナパタイエイナマハ」「音ガンガナパタイエイナマハ」です、まあ、簡単ですよねもうぜひこれね唱えてみてくださいもういつでもいつ唱えても構いませんだからこれを唱えることによってねあそガネーシャをイメージしながら唱えてみてくださいねでこれを唱えることによってあらゆる障害が取り除かれます あらゆる恵みがもたらされます願望がね成就します。このオンガンガナパテエナマハとなるのが長いなと思ったらこれガンだけで,もいいです。ガンガンでもいいです。これ特に8月31日ぜひ唱えてみてください。そしてねこれヨガをする前も必ずこれ唱えてみてください。心の中で唱えても構いません。オンガンガナパテエナマもう簡単ですからね。ら何をするにつけてもね。 まずはこれを唱えることによってあらゆる障害が取り除かれますもうぜひ試してみてください今年の8月31日はあらゆる障害を取り除いてくれる神様ガネーシャが降臨する日です8月31日はあらゆる障害を取り除いてもらえるとても大切な日なんです なので、この日から何か新しいことを始めたら、それは必ずうまくいきます。なのでね、この日からぜひ、ヨーガを学び始めたり、ヨーガを実践し始めると、あなたはね、必ず幸せになると思います。そんな、伝統的なヨーガの教えを学んで実践して、伝統的なヨーガの教えを習慣にして身につけるというトレーニングコース、10月から始まる予定です。これ10月から開始するのですが、もし興味ある方は、 あらゆる障害を取り除いてもらえる8月31日にお申し込みすることをお勧めいたします。必ずね、もううまくいきますよ。もうヨガが身について幸せになれると思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ。